あ、やり、パキュンカーズスクワットです。よろしくお願いします。やってまいりました、はい、本日の企画は何ですか。一番早く涙を出せ、誰が涙出るのか選手権。誰が一番最初に涙出せるんですかっていう話です。泣くってこと、うん、今日そう泣きます。演技力大切ですと、はい、まあ、涙出せるんですかっていう話ですよ。確かに。ということでね、それぞれ一人一個涙を出すもの、これ事前に持ってきてもらってます。はい、はい、最近みんないつ泣いたの。俺はあれかな、2日前。え、うん、キンキンじゃん。朝起きてさ、うん、カーテンバーって開けて、うん、太陽が差してきたの、うん、今日も生きててよかったなって泣いちゃった。聖子いつマジで。草男や。タワーいつ泣いた。わあ、5年前の冬。5年前の冬。お祭りで買った金魚が死んじゃった時かな。切ないな。俺だったら最近だと昨日かな。昨日泣いた、うん。お母さんに怒られて。何したの？え、何して怒られたの？門限。ということで涙もろい3人が集まっておりますので、ね、はい、はい、じゃあとりあえず泣くアイテム、まあ、泣く行動とかもいい、なんか紹介していってください。僕が持ってきたアイテムはこちら、玉ねぎです。あー、うわー、もうね、ど定番ですよ、涙の、うん、玉ねぎギャン切りで、ギャン切りで。僕の紹介させてもらっていいですか、はい、こちら、販売してすぐ YouTuber が食うやつ。こいつ紹介するんだ。こうやって紹介するの。ペヤングの激辛のやつね。死ぬで。死ぬらしいっす。ちょ、やめとけよ。え、待って、ヤジが死んで俺らが涙するってこと。そっちへ泣かせるっていうのも、まあ、あるよ、ね、うん、はい、じゃあ次、カズさん。僕は塩水です。塩水、どうやって泣くの。僕は、うん、めちゃくちゃおえつするんです。僕気づいたんですよ、塩水が嫌いなのよ。だから俺塩水飲んだ瞬間にグッてなっちゃうの。簡単に言えば嫌いなものみたいなもんだよ。気持ち悪くなるんだ。そう、自分で気持ち悪くなる飲み物みたいなもんが塩水だった。俺は塩水で、で、おえつで涙出します。じゃあ早速これ対決していきたいと思います。それではいきましょう。せーの、ワーチャー、じゃんけんぽい。スクワッド。それでは一人目、母さんの挑戦です。はい、じゃあお願いします。やっていこう。目から涙がこぼれ落ちたらクリア、はい、そのタイムを競わせていただきます。30秒あれば出るんじゃない。マジで思うけどね、俺は。マジ、うん、じゃあそれじゃあ、母さんの涙チャレンジ、よーい、スタート。カウムかないとやばい、もうカウム、そういうのも時間取られてるからね、もう、うん、いくよ。はい、はい、あ、もうやばいもん。うわー、やばいね、やば、もう結構来てるよ。玉さばきが半端ないね。さすがショート。玉さばきだね、半端ない。え、でも結構もう切ってるけど、まだ来てないね。なんで、ちょっと顔近づけて涙切った方がいい。なんで切れてないの。あ、来てる来てる、待って来てる。来た来た、待って、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。あ、いいねいいね、急に涙になってきた、やばい。今日の夜ご飯何がいい。作ってくれんの。玉ねぎ使うのは確定や。やばい、待って、やばい、ほん、見て、目見て、あー、来てるね、来てる、うわ、タワーの涙が、シバシバ来てるね、初めて見れるよ。やばい、めっちゃ痛い今。あ、待って、垂れてきてない、左目。いや、まだ涙目ですね。いや、涙目ですよ、はい、本当に泣いてない。いや、まあ涙目そうではあると。痛いの、目が痛いの、開けられない。いや、開けなきゃ涙出てない。なんで閉じてんだよ、お前。そっちで泣こうとしてんだよ、お前。あ、悔しかった。やばい、マジで。お、誰だ、垂れました。何秒。それでは、母さんの玉ねぎの一人で、はい、4分2秒98です。わー、そんだけだった。4分ね、4分か。もう鼻水も出てきた。すごい、見て、これ、この、わかるかな、こんな。たーくんかわいいな、初めて見てた。大丈夫、怖くないよ、死ねばいが。なんで泣いてたんじゃん。まあこれが基準になりますからね。そうだね、これより早く泣けるかが勝負の分かれ道です。はい、じゃあそれじゃあ次の挑戦していきましょう。はい、はい、ということで極辛ファイナル、極辛からね、うん、ファイナル。もう目が痛いです、作ってる段階で。や
やばいね。ちなみに目標タイムとかあります？まあやっぱターンの4分より早く行きたいね、絶対に1位になりたいな、なりたい、まあ完食してほしいね、力したらね、2個目とかに行ってほしい。まあ目標は涙だから、これは食べ物じゃない、涙を出すための道具に過ぎない。お前どういう知恵なの、食べ物食べ物ではない。はい、それでは涙を流されたヤジさんの挑戦です。よーい、スタート。いただきます。はあ、だるい、いやマジだるい、いただきます。いけねえぞ、あいつまだいけねえ、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 俺まだいけねえ、俺まだいけねえ、いた、うおっ、うわ、誰に泣きてんねん、寒気すんの、まだ一口だよ、まだ痛い、着地ね、着地、大丈夫？そうそうずっと舐めていけば、そう、うん、緩和されて、いけるいけるいける、もうおっきい、気持ち悪いな。気持ち悪い。ということで、ヤジさんのタイムは、はい、1分55秒84です。早くない？早かった。パーの半分、半分以下、うん、嘘みたいに叫んでるじゃん、ガチだから、うん、鼻水もよだれも止まんなかったね。まあ、次僕やってみますか。それでは3人目、カズさんの挑戦です。お願いします。お願いします。はい、まあヤジがいい記録出してくれたからさ、それを塗り替えようかなと思います。目標タイムはまあ1分を切りますね。おー早いな。だっておえつマスターだ。まあでも僕本当に苦手なんで、一口でおえってなっちゃう。それではカズさん、よーいスタート。いただきます。塩水だもんね、ただの。俺は入った経験ないけど。うん、ええ。ええ。あいや。あぶね。マジですか。ダメだもん、大気。ダメだ、嫌気。ええ、待って待って、ウルフじゃない、ウルフじゃない。あ、すごい、もう泣きそう。もうちょっと、もうちょっと。ただいまのタイム発表お願いします。頼むよ。ただいまのタイム1分29秒30ということで、俳優さん女優さん、泣きの演技をしたいとき一番早いのはおえつです。いや、あの人たちはもうプロなんだから、うって流せんだよ。はい、あの涙が必要なときはね、はい、皆さんおえつをしてみてください。はい、はい、以上スカートでした。せーの、バイバーイ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。